ほうめんのうっぺで考えてみて。くらっ！人のおっぱいもさ、肉眼でさ、測れねえようなやつらに言ってもさ、わかんねえだけな。女の子のさ、おっぱいさ、あの子はあれだな。シグナルなって、よく言うじゃん。だいたいその女の子って、C 以上あるからな。D とか、A、B、C、D、E、E、E カップとかあるからな。それわかんねえ奴らが。ミコはわかるの？ミコは女の子だからわかるよ。だって、おっぱいを測るときに、どうやって測るかって言ったらさ、ブラジャーのカップにするやん。ね、大抵ね、自分でこのぐらいやろなって思ったブラジャーって合ってないんだって。下着屋さんとかに行って、直接店員さんに、サイズ測ってもらって、やってもらうとね、私、C カップだと思ってたのに E カップもあるのっていうことがね、発覚するわけよ。そう。っていうのがあるらしい。そう、なんかトップとアンダーっていうなんかやつがあるわけよ。胸さえ出かければね、なんかどうってわけじゃないの。で、ミクはどんなもんなん？やだ！やだね！恐ろしいよ。そうやってすぐにセクハラに持っていく。どうせミコのことなんてさ、エッチの目で見れないっていつも言うくせに。どうせミコは